世界の皆さん、こんにちは。今回は11月1日でオープンからちょうど1周年のジブリパークにやってきました。オープン初日にも訪れており、今回で3度目のジブリパークですが、1年ぶりに来て気づいた大きな変化についてご紹介していきます。行こう。寝てた。なんで寝るの。まずはジブリの大倉庫内、大陸横断飛行の隣にある7月半ばにオープンしたジェラート屋さん、リトルチャタラジョ。どれも見慣れたフレーバーだなぁと油断していると、一つ異形のものを発見しました。もののけの里では、五平餅にナポリタン味という攻めたタレを用意し、大勝利を収めたジブリパーク。ジェラートでもやっていました。ジブリパークの遊び心のおかげで家族からバカにされてしまいました。チョコミスト、チョコミスト。ヘーゼルナッツ、あ、うまい。美味しい。うまい。ヘーゼルナッツ濃い。ちょうだい。ほら、濃厚だよ、結構。ヘーゼルナッツ入ってた、ほら。ちょっとだけな。うん、美味しいやつだ。うまい。これが問題児だよね。チョコミッソ。ミッソ。チョコ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 ミッソでしょ。なんでちっちゃいやつ入れたがんの。ハルカが。嘘。うまいっすか。味噌の味するの。香り、赤味噌のあの香りあるじゃん。ちょっとね、なんかね、ラムっぽい。いいよ。若干、チョコチップのさ、塩味あるじゃん。はいはいはい。まるまる。あれに近い。すごい好き。めっちゃ味噌。一口目はチョコより味噌。そうだね。全然味噌が強い。味噌だよね。赤味噌。味噌カツ。コク残るよ。うん。後から甘い。食べてみて、味噌。ねえ、これチョコと味噌。最初食べた感じはママに味噌が強くて、うん、後噛んだ時はチョコがもわっともわってくる。好き、まあ、ちょっとね、あんま好きじゃないんだ。今度どうだったチョコ味噌は。え、思ったよりも美味しかったし、チョコよりも味噌の方が濃かった。そうだね。好き嫌いどっち。好き好き。シアミルク。あ、これは甘いんでしょ。でも濃厚だね。美味しい。塩がやっぱちゃんと効いてる気がする。しょっぱくないんだけどな。美味しい。好きなやつだ。塩。美味しい。塩がある。さっぱりしてる。これ。確かに。うまい。めっちゃうまい。めっちゃうまいこれ。爽やか。塩。すごい香り。あれみたいじゃない。外国のお菓子ぐらいの香りある、うん。うん。こういうグミあるよね。うんうんうん。あのハリボーの赤いやつ。うん。ブラッドオレンジ俺好きなんだよね、本当は。どれが一番好き？シューミルク。カラダが一番好き？ヘーゼル。ヘーゼル。どれが一番好き？シューミルクかな。いや、俺もヘーゼルナッツかチョコミッソか。チョコミッソって言いたいだけじゃん。ヘーゼルナッツめっちゃうまいけど、知ってるから味、想像通り。シューミルクは知ってんじゃん。シューミルクはより塩ミルク。それあげるよ。俺じゃあチョコミッソ引き受ける。だって塩ヘーゼルナッツ選んだし。俺別にチョコミッソ選んだつもりないんだけど。チョコミッソ選んだじゃん。動画的には変わったのが欲しいなと思ったわけで、俺は本当はブラッドオレンジかなと。うん。カイはバナナ。バナナが欲しかった。バナナ味ないな。でもなんかどうせだったらミス行った方がいいかな。うん。分かるよ。来たからね、にはね。うん。でもこの中に味噌カツサンドがあるの。それ美味しいんだ。うん。でももう味噌カツ大丈夫。昨日満足してるから。です、うん、いや違う、動画に出てるあれ。あ、フィッシュね。じゃあ最後の一口チョコミスにでしょ。はい。え、そんなに。ごめん、いらないのかと思ってバンバン食べちゃった。でもう一口ぐらい食べたかったよ。しまチョコミスを引き受ける。だって塩ヘーゼルナッツ選んだし。美味しい。うん、これ面白い、ね、美味しかったです。面白い。2個ショックなことがあった。いや、2個もあるよ。何？トメが買えないことと、うん、あとバナナがなかったこと。バナナあると思ってたのはなんで。それにバナナミルクが好きだから。 USJ 行ったらありそうだ。ありそう。ミニオンの本のアイス久しぶりに食べた気がする。全然話の流れと違うことぶち込むやめろよ、お前。毎回もう怒られてるとこ取っちゃうから。やだ。こいつ反省ゼロなんだよ。
手こたれないものになってる。本貝にあげろって言ったのに一口もあげてあげたよ食べてよね、こう一口でしょ。俺にちょうだい、俺も食べてないし。一口でしょ。いや、バクって言ってたもん。一口でしょ。でも俺どんだけ大きかったと思ってんの。怒られてること言っちゃうから。食べたいの。食べたい。ダメです。ねえ、食べたい。これがキッチンカーだよ。チキン、チキンカーじゃない。続いては1年前までは何もなかった謎の部屋。今日はジブリパーク開園からちょうど1年を記念した企画で、1日ジブリで行われた。すごい。以前子供がここに DJ になりきって収録したものを今日バックに流してる。続いてやってきたのは猫の白遊具。こちらは8月4日にオープンした映画猫の恩返しに登場する猫王の城をモチーフにした公園です。6歳から12歳までが滑り台や迷路、ターザンロープなどを楽しむことができます。入場料は以下の通り。平日は無料開放で年齢制限もありません。営業時間は午前9時から午後5時ですが、夏場の暑い時期は遊具を閉鎖するということです。どこ行った？わからん。速攻で見失った。もういない。この水色の滑り台いた、この辺だ。上から滑ってくれじゃん。公園よ、うん、かわいいけどね、うん、見た目は。デザインはいいよね。詰まっちゃった。超ぐる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 。はい、おしまい、帰るよ。ターザンロープだ、うん、どこにでもあるよ。猫の城遊具に沿って右の方に進んでいくと、もののけの里が現れます。あとさ、うん、滑り台は、滑り台、滑り台はこっちにあるよ。もののけの里に関しては別の動画ですでにまとめましたが、弱すぎたので省いた新しいドリンクをご紹介します。ほら、ラムネを開ける台があって、ここでやっていって、うん、ほらちゃんとやり方書いてあるじゃん。いけない、硬い。いけ、体重かける。かけてんだよずっと。で、俺やるかも。うん、ほら、いいよ、ありがとう。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、止めろよ。ん？止めろよ、5、6秒なんだから。12秒まで数えちゃったじゃないかよ。いいじゃん、別に。長ければ長い方がいい。長ければ長い方がいい。そっか、恥ずかしいな。あ、レモネードか。うん、でもちゃんと酸っぱいな。甘くない、美味しい。うん、中の駄菓子屋さんのコーナーもあるの。そこに今売ってた。前はラムネしかなかったんだけど、ちょいちょい変わってる。小島が1年ぶりに行って気づいた大きな変化は以上です。行くたびに新しい発見があるジブリパークって素敵だなと思いました。子供たちは子供の街パッチワークの猫バスで遊べる猫バスエリアでテンションが上がっていました。最後にジブリの大倉庫を楽しんだ様子をお届けして終わりにしたいと思います。こっち見てかね、はい、はい、どれが本物の霊でしょうか。紅の豚の、うん、売れないこれ何、これタンポポの葉っぱじゃん。この丸いやつ、丸いやつどれ、うん、あ、水滴だよ、お水だね。硬かったな。どうでしょう。うん、近く上見てみ。ナメクジいる。ナメクジだよそれ。